はい、ご覧いただきましたのはデュラングやオーディエンスキラーループでした。というわけでこちらのお部屋にカオルさんをお迎えしました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。何気に今年に入って初めてお会いするんですよね。僕そうですね、ヨーロッパは来てくれなかったですね。また人のせいのように言います。いやでも今年はその、まあ、年末がアメリカがあって、年が明けてヨーロッパがあって、はい、そうです。で帰ってきてっていう、まあ、結構慌ただしい年明け、年末年始だったと思うんですけども、帰国後ってどんな風にこのまあ、当然ツアーのリハーサルっていうのもあったはずですけど、このツアーの、まあ、リハーサルは、まあ、結局なかったんで、もう、はい、延期決めた後にリハーサル予定やったんで、期間を設けたわけですね。ということはこれまでの、ヨーロッパから帰国後の時間どんな風に過ごしてたんですか。まあ、曲作りは、まあ、いつものようにメインで、まあ、うん、制作はして、でまあそのね、その現状どういう状態なのかを把握しつつ、まあ、そのツアーをどうするかっていうのを考えてましたね。うんうん、なんか普段であれば、まあ、この日からはツアーリハだから、それまでにね、うん、これぐらい作業を進めておいてとかっていう計画が立てやすいと思うんですよ。うん、今回みたいな、その先にその延期とかそういった措置が決まってしまう時って、やっぱモチベーション保ちにくいというか、気持ちの切り替えとかもちょっと難しいところあるんじゃないかなって気がするんですけど、実際どうですか。でもなんかそんなこと言ってる場合じゃないですよね。ああ。なんかね、うんうんうん、まあ一刻も早くやれるようになれるのが一番ですけど、はい、なんかね、そういうなんか自分の、ことだけで見る感覚はあんまないかもですね。まあ逆になんか、はい、いろいろ、考える時間ができたというか、より、まあ、再開できた時のツアーが濃くなるんじゃないかなとは思いますけどね、気持ち的にもね。なるほどなるほど。うん、実際はだから本当昨日この場所でね、ツアーが始まるはずだったわけですよね。で、まあ、それには阻害というタイトルが付けられていて、で今日ここで行われる無観客ライブはザ・ワールド・ユーリ・ウィン、突然現れた新しいタイトルですけど、これあの、うん、ワールド・オブ・マーシーの中の歌詞から取ったんですけど、はい、うん、ということはこれ今日のライブっていうのは、この無観客で行われるライブっていうのは阻害とは違うものなんですか。そうです。お、阻害のために用意した曲は一切リハしてないですよ。すげえぶっちゃけた答えが出てきましたけども、かといってでもそれこそは北米、年末の北米ツアーとか年明けのヨーロッパツアーともやっぱりどっか違うわけですか。まあ、でもインサレッドワードがね、うんうんうん、メインではあると思うんで、それが軸にはなってくるから、まあすごいあの変わるってことはないと思いますけど、極端に違うということはない、うんうん、でもなんていうんですか、そう話戻りますけど、その延期しなければならないとかっていうことになった時に、まあ本当いろいろ考えてもできないものはできないわけで、確かにそこでいろいろ考えてもしょうがないのかもしれませんけど、やっぱりちょっとなんつうんですかね、これまでに味わったことのない事態でもありますよね、バンド活動の中においては。ライブができなくなるというのは、まあそうです。まあ活動じゃないわ、ライブ延期したことは、ね、うん、ありますけど、うんうん、まあ、こういう状態なんでね、そのバンドもそうですけど、みんなそうじゃないですか、はい、だからまあしかも日本だけの問題でもないっていうのがありますもんね、うんうん、でね、日本の場合だと一旦ちょっとこう落ち着いたように見えて、また今ね、今こう増えてってじゃないですか、はい、特に首都圏はね、うん、どうなのかなって感じですけどね。うん、そこででも無観客でやる、しかも世界に向けて生配信する、これはすんなり決断できたことというか、やっぱそれに向け巡ってのいろんな検討はあったわけですか。そうですね、まあ まあでもノリっちゃノリっすよね。お、ノリといえばノリ、うん、やるかだったらもう、でまあ行くかみたいな感じっすよね、うんうんうん、なんかまああんまりこう細かく考えるよりもやるかみたいな感じでしたけどね、うんうん、まあ考えましたけど、いろいろですよね、スタッフとも、うんうん、実際問題やっぱどれぐらい
その大変なのかも分かんないんで。そうですよね、うん、でみんなスタッフが大変なのはね、なだけですけど、だからやれんのかやんないのか分かんないけど、まあね、やってみるかっていう感じですけど。逆にの言い方をすると、こういう事態何でも しない限りやりそうにないことでもありますよね。そうですね、そうですね、まあやる、言い方がちょっと難しいんですけど、まあ、もちろんやらずにすればいいわけですよね、本当は、でもまあなんか、バンドにとっては、はい、いい場になるというか、いい経験になるのかなっていう、うん、自分たちがやってきたこととか、はい、存在していることがなんかこう一つ、見えるんじゃないかなっていうか、やってきたことがなんかこう、なんかいつもライブってそのまあね、俺らこんな曲やって、激しい曲やってて、なんかこう、なんかメッセージがありますとか、そういう感じじゃないじゃないですか。なんかこう、頑張りましょうとかでも、まあ、分かりやすくね、それをまっすぐ伝えるバンドではないかもしれないですね。やっぱそのライブの終わった時のそのファンのみんなの顔でやっぱりこう、なんとなくこうまた頑張れるわけですよ。でなんかやってきた、なんか意味というか証というかね、そういうのをこう感じ取りつつ活動してるわけですけど、今回はまあいないわけじゃないですかね。だからより自分たち自身がそこに気づけるというか、なんかいろんなものが分かるんじゃないかなって気が。それっていうのは、例えばあのいわゆるフェスとかでね、もしくは初めて行く国とかで完全にアウェーな環境でやって、誰も自分たちに関心がないとかっていう時でも人はいるわけですよね、だから 何かしらの反応が薄くても反応はあるわけだから、 それをどうにかしてやろうっていうモチベーションが働くじゃないですか。ところが目の前には風景がないわけですよね、今日は。だからといって、ね、クリップの撮影でもないし、はい、実際やってることはライブなんで、そこで何か見えてくるもの、気づかされることというのもあるはずだと、あるんじゃないかなと思って、やってみようかなと思います。なるほど、これはでもそう、この先のこともね、それこそツアー、今のところ現状だと名古屋からになるのかな、このままでいくと。まあ今のところそうですね。今のところはそうですよね。ただまあこの後も予断を許さないという、許さないというか、事態がどう変わっていくかわからない状況ですけれども、本来でもそもそも疎外っていうのはどういうツアーになるはずだったんですか、ざっくりとしたところで。いや、それ言えないですよ。言えないですか早すぎるそれは言えないですよ。やっぱそうですか。チェなんかさらっと喋ってくれるかなと思ったんですけど意外と引っかからないですね。いや、やっぱそうか。ってことは、だから今日のライブは疎外というツアーがどういうものなのかというののヒントにはならない。まあ今のディランウェイではあるんで、まあ、ヒントにはなるとは思いますけど、はい、もうなんかネタバレはないです。ネタバレはない。なるほどね。じゃあ本当にあの一つの独立したものとして、そうですね、楽しんでもらえるはず。しかもやっぱそれが世界に行ってるのすごいですよね。今それができちゃうっていうのが、そうですね、今のこのテクノロジーというか文明というかは、そういうことを可能にしてくれる。すごいですよね。実際どうです、例えば今回もあの先ほどの書き込みとかを見てもね、あの英語とかばっかりではなくてスペイン語があったりとか、あの中国語があったりとか、えこれ何語だっけって思うような書き込みがあったりしてるんですけども、例えば前回 そのヨーロッパとかで何か新鮮な体験とかありました？そうですね、まあ、結構ね、いろんな国何度も行ってるとはいえ、やっぱり、ツアー1本に1個ぐらい新鮮な出来事とかあったんじゃないかなとか。新鮮なことっていうのはなんか分かんないんですけど、はい、やっぱ年々こうなんかライブの空気感が、はい、なんていうんですかね、曲を、はい、がなんか浸透してきてるというか、あなんかやっぱりこう最初の方って YouTube に上がってる曲しか分かんないとか、
あんまりこう、うん、アルバムの曲はちょっとな、わかんないんだよなみたいな雰囲気はあったんですけど、うんうんうん、なんか最近はそういう感じではなくなってきたなって気はしてます、うんうんうん、お客さんの中にも曲がより深いところまで入っているというところですね、うんうんうん、あとなんかちょこっと聞いたのが、あの今やこの状況になっていると全世界的に誰もがマスクをしてないと品種を変えますけど、ヨーロッパツアー中マスクとかしてると結構白い目で見られたっていう話って本当ですか？うん、うんうん、もう誰も してないんで、うんうん、だからまあまあそれでも倍にして歩くじゃないですか、はい、結構見られますね、その繁華街とか歩いてると。あくまで予防のためにね、風邪とかの予防のためにマスクを普段からツアー中とかもしてたわけですよね、うん、それこそツアーバスの中の乾燥とかの対策も含めて、そうそうそう、でもそれをつけて街中歩いてると何者っていう目で見られる、うんうん、ちょっとだからあの、うん、飲食店とか、はい、あの例えばパン屋とか、はい、ああいうとこ入ると結構嫌な顔されましたね。はあ、まあまあ、うん、大丈夫だからそれが今やこういうことになってしまって、むしろ世界的にマスクしてないと逆の見方をされちゃうっていうようなことになってきてるわけですけど、でも本当バンドとしてはこの後それこそ年間のスケジュールというか計画っていうのは随分変わってきちゃうのかもしれませんけれど、そうですね、どうなんでしょう、例えばこの先の流れでいけばこのツアーはまあちょっとこの後延期分とかがねどうなっていくかによって着地点が何月何日のどこそこって今言えない状況ですけど、例えば7月にはここからそう遠くないところにある、そうそう、ね、そこね、すぐそこにある新しい会場で2日間ありますけども、例えばその頃までには地下作業の賜物みたいなものも出てくるんですか？お、そっちの話聞きましたそうですね、なんか、うん、まあ良い知らせができるといいですね、その前に、ね、その前に良い知らせができるといいな、うん、ということだそうです。僕がこれまでの取材歴から言うと、あの香織さんがそういうことを匂わせるときには絶対そういうことが起きると思ってますんでまあ嘘は言わないですよね。そうですよね、そうですよね、そうですよね、分かりました。じゃあ、まあそれはしかるべきタイミングでお知らせするとして、はい、しかもやっぱりその新しい会場でそういった大きなライブが、まあ、2日間にわたってある、これもやっぱりまあ当然そのタイトルから分かる通りに、まあ、アルバム間のインサレテッドワールドの流れの最終着地点ということになるわけですよね、うん、あのアルバムの流れの最終着地点ってどういうことになるんでしょうね。もうすでに何か特別な構成というか内容というか考えてるんですか？まあ、もう全然考えてますね。ああ、それはじゃあこの阻害の流れともまた違うもの？もちろん違います。ああ、でそれについては今ちょっとうかつに口を割りそうにはないのでこの先聞かずにおきますけれども、いやでも本当にね、あのそういう意味ではバンドとしては本当いつライブが再開できても対応できるように、うん、っていうような、あの、まあ、それこそある意味それアスリートと一緒かもしれないけども、そういう、モチベーションと状態を保っておこうとするものだと思うんですけど、同時にやっぱり今日って今夜ってこの会場で初めて演奏するわけじゃないですか、うん、これだけやっぱり20年以上バンド活動してきていると本当に初めての場所で演奏する機会ってなかなかなくなってきてると思うんですよ。そうですね、これなかなか新鮮な経験だと思うんですけど、初めての会場演奏する時の気分っていうのはどういうもんですか？でもね、うん、日本ってみんなね、みんな変な人、あの変な言い方じゃないですけど、はい、ちゃんとしてるんですよ、会場がちゃんとしてる。だから、はい、大体こう似たようなって言い方おかしいですけど、うん、どこもちゃんとした作りされてるんで、はい、不安は別になんかないし、不安はない、ね、なんかいつものようにやれるんじゃないかなと思ってます。例えばここの場合だったら、あのいわゆる ZEP の系列なわけだから、 ZEP クオリティというか、そういったものが保証されているような環境でもあるわけですもんね。そういう中でできるから不安はない、うん、むしろ楽しみの方が大きいというか、ため、まあ、今日はね、まあ、今日はね確かにね、うん、あの例外かもしれませんけども、はい、でも今の言葉からすると海外にはちゃんとしてない会場もあるってことですか？言い方をすると変でなっちゃうんですけど、まあありますね、うん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 、環境の差が大きいというか、うん、ギャップ大きいわけですね、うん、まあ、そんな中今日はあの完全としては会場のクオリティとしてはもう絶対に問題ないというか間違いのない場所で、さっき見てましたけど
ロビーとかすごいですね。そうなんですよ、あそこでライブできますよ本当になのでセカンドステージ作ってね。そう、もしくはあそこで個展をやるとか。いや、まあ、いいじゃないですか。いろいろいろんな使い方ができそうなことあ、まあなんか飾ったりできるできますよね、うん、そんな会場ですけども、ここでも今晩どんなライブパフォーマンスを見せていただけるのか楽しみにしていただきたいと思いますが、ちょっとやっぱ求めてというところで、これからまあ数時間後、まだちょっと時間ありますけど、ライブを楽しみにしている皆さんに言っておきたいことっていうのがあれば、ここで一言いただきたいなと思います。まあ近所迷惑にならない程度にね盛り上がってもらえればいいかなと思いますけど、はい、絶対変な外行って聞いたりしないように、うん、家の中に入って楽しんでください。じゃあ皆さんのご家庭内の最前列で、そうですね、許される範囲内の大音量で楽しんでいただきたいということですね、はい、というわけでどうもありがとうございました。というわけでここでまた少し映像の方を見ていただきたいと思います。お願いします。